シーラカンスは、シーラカンス目に属する魚類。化石種も原生種も含めた総称である。カンシーメとも呼ばれる。シーラカンスメは、多くの化石種によって存在が知られており、古生大デボン紀に出現して広く世界の水域に栄えたが、約6550万年前の大量絶滅を、境にほとんど全ての種が絶滅した。 長らくシーラカンス目はすべて絶滅したものと考えられていたが、南アフリカの北東海岸のチャルムナ川沖にて1938年、原生種の存在が確認され、学会及び世界を騒然とさせた。この原生種は、シーラカンスの代名詞的存在となっているが、生物学上の名称は、ラティメリアカルムナエである。その後、1952年には、 インド洋コモロス諸島で同じくカルムナエダネが、1997年には、インドネシアのスラウェシ島近海で別種のラティメリア、メナドエンシスの原生が確認されている。後者は日本語では、生息地域の名を取って、インドネシアシーラカンスとも呼ばれるようになる。シーラカンスメは、白亜紀を最後に化石が途絶え、1938年に、至るまで原生種が確認されなかったこと。 化石種と原生種の間で、形態的な差異がほとんど見られないことなどから、これら2種は、生きている化石との評価を受けた。古生代と中生代のシーラカンスメは、かつては、世界中の淡水域や、浅い海に広く分布していたと考えられる。体型、体調も様々なものが知られ、原生のラティメリア族に近い体型のものから、 タイのように体高が高く扁平な体型をした種や、アンコウのような、丸い形のもいた。また、淡水、寄水域に生息した、モーソニャなどには推定される全長が6.3メートルにも達する巨大な種も知られている。原生のシーラカンス2種はいずれも深海に生息し、魚やイカを捕食していると考えられている。シーラカンスは8つのヒレを持ち、第2背びれ 胸びれ、腹びれ、尻びれには、鱗で覆われた、筋肉質の基部がある。骨格は脊柱を含めほとんど軟骨でできており、肋骨がない。浮き袋には、空気ではなく脂肪が満たされている。鱗は降臨であり、コズミン層の退化した、コズミンうであると考えられている。シーラカンスメは、卵体制であると化石から推測されていたが、原生種の解剖で、 それが証明された。オスの外生期は未だに見つかっておらず、交尾については依然不明である。ウルコを観察、研究した結果、妊娠期間は少なくとも5年、寿命は100年と推測される研究結果が出た。2013年4月17日、ネイチャーに発表された研究結果によると、シーラカンスの遺伝子の変化は多種に比べて遅いことがわかった。 研究に携わったブロード研究所のカースティン・リンドブラッド等は地球上には生物が変化する必要がない場所が少ないながらもあり、シーラカンスはそういった環境で生存してきたと指摘している。シーラカンス目の中で最初に発見、分類された化石種は俗名としてコロカンサスの名を与えられた。これは古代ギリシア語カッパラムダ。 空っぽのカッパアルファーニューシータアルファー、トゲ、魚の骨に由来する合成語で、尾びれのヒレ状が、中空の構造を持つことによる命名であったという。また、国際動物命名規約によりここから、加盟、コロカンサデーが作られ、さらに木名、コロカンサフォームズが命名された。通称名としては、道目に属する、様々な魚を指して、英語で、シーラカンスと呼び、 日本語でもこれに習っている。中でも、後に発見され一躍有名になった、ラティメリア族の原生種は、シーラカンスの名を担う看板的な存在となっている。日本語の分類名としては、コロカンサフォームズをシーラカンス目、コロカンサデーをシーラカンス科と呼ぶのに対し、俗名、コロカンサスは、いわゆるラテン語風に、コエラカントゥスと呼ぶことが多い。日本での通称はかつては、 シーラカンサスとも呼ばれていた。キンレアカリドスクトルウンディナピスキスウンディナアクセル、ロディクティスウィテアシーラカンスは、人間の食料としては、不適切な類となる。シーラカンスの肉は、油、尿素、ワックスエステルなどの化合物があり、人間の消化能力では消化できない物質が多く、含まれている。味は、非常にまずく、下痢を引き起こす恐れがある。 ウルおからは粘液を放出し、体から分泌される、過剰な油と合わさり、とてもぬるぬるした魚である。食すと人体に悪い影響を与える魚であるため、基本的に避けられる。美術館や博物館、個人の収集家によるコレクション目的を除き、商業的価値はない。当時の淡水域では、クリマティウスなどのトゲオ類が、海域では、 ダンクルオステウスなどの板川類が栄えていた。1972年間、学研の図鑑大昔の動物では、シーラカンサスの名で記載され、シーラカンスの別称も持つと紹介されている。ありがとうございます。